新エンドについてどういう意味かわからない聞いたことはあるけど詳しくは知らない具体的にどのように使われているのかわからない使う上での注意点を知りたいといったことへお困りではないでしょうかこの動画では新エンドの定義どのような時に指示するのか図面上での使われ方使用する際の注意点を解説していきます早速ですがまずは新エンドの定義です新エンドとは一言で言うと円形であるべき連角が どれだけ深円と隔たってもいいのかということです実際に図面での使れ方について見てみましょう円筒の表面に対する指示を見てみます図面上側に円の形をした記号がありますがこれが深円度ラ表す記号ですこの図面で指示される交際域はこのようになります円筒の軸線に直角な任意の断面の輪郭が 半径差0.1ミリの同心の大小2円に挟まれることが指示されています。設計者の意図の例としましては、円筒表面が正確な芯円であってほしい。芯円からの変形は0.1ミリまで許すといったことが挙げられます。注意点としまして、旋盤などで切削を加工した際に、加工条件によっては図のような断面形状となることがありますが、 震源度交差はこのような形状特徴まで規制するわけではありません次の例としてテーパー形状の表面に対する指示を見てみます交差域は図のようになりますテーパー形状では切る位置で断面の直径が変化しますが震源度の規制は直径の変化とは無関係でどの断面でも 0.1mm となります 最後に震源度の測定について説明します震源度の測定は一般的に3次元測定器や震源度測定器で実施されることも多いですがここでは簡易的な方法を説明します。マイクロメーターによりワークを複数箇所挟み込みます。測定した最大値 dMax から最小値 dMim を引くとワークの直径差が計算されます。震源度は 半径のばらつきを規制するものなので、計算された直径差を2で割ったものがワークの真円度となります。この方法は一般的に直径法と呼ばれてます。ただし、等径歪み円という三角のおにぎりのような形には注意が必要です。この図形では円ではないのに円と同じようにどの対向する2点間の距離も等しいという特徴があります。 よって、統計筆面は正しく震源度を測定できないことに注意が必要です。この動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。概要欄では、この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。